はい、どうもこんにち。は今回また Life is Strange 2をね、やっていこうかなと思います。前回は、えー、っとね、あの、雪国での暮らし、国じゃねえな、雪の中での暮らし、雪の中にある山小屋の暮らしを終えて、まあ、新たな地に行こうとで。そこの地っていうのが、あの、じいちゃんばあちゃんの家。つっても、最終目的地がお父さんの実家って言ってるから、まあ、多分、多分って言ってたな、お母さんの、 失踪したお母ショーンとダニエルにとって…失踪したこの2人のお母さんの母と父母方のおじいちゃんおばあちゃんちに来てるから <laughs> とりあえず千葉か君、ね、ここで暮らせるんじゃないかとここで安心して暮らせるんじゃないかというところで前回終わったからまあ、今回やっていこうか俺すんなくて寂しいいや俺悪かったのかな 父さんの写真お母さんのお父さん。お母さん。ミステリーと鉄道の本んしか読まないみたいだ。あ、鉄,鉄道タだンだ。<laughs> ちょっと言い方言い方か。鉄,鉄道ターンだ。ブロディ、フラガールがないの、気づいたかな。あ、っブロディでもらったやつこれがブロディもらったって言うあパクった。 ばあちゃんは俺らの服を捨てようとしたけどちょっと塗って洗えば大丈夫だって説得した十分だって着替えなくてもよくねえなんかえ何んか言ってねえかおいダニエルあんまはしゃぐんじゃねえぞいい思い出になった秘密の山小屋のもうゲームしたい面白かった目標 パソコンを食べるありがたいけどこんなのつける年じゃないこのサイズ感無理やろど,どうつければいいんだよ案の定ダニエルはおもちゃをねだったか宇宙のおもちゃ <laughs> こんな時くらい甘やかされないとな宇宙,ゃ宇宙のおもちゃって何宇宙のおもちゃって言い方広くないか着替えたから行かねえとああ着替えるんだばあちゃんは朝飯を面接とでも思ってるみたいだからな これじゃダメのこの格好じゃよくねえかでもこ下履いてえかよしこれで外に出られるあーあれコートじゃなかったんだ落ちてたやつなるほどねいくぞでも多少見なくてもいいわあとは見てくれへへへ大濃で見てくれ今回そういう感じでちょっとねンパンプやっと来た すげえじいちゃん、何これ起きてるよ。朝ごは,んよはい、ばあちゃん、こっちだよ。はい、え、おじいちゃん、何これすげえ。<ー>仲良くしてて、安心した。ダニエルは理想の孫だろうなばっかわいい年だよな。おじゃん、おはよう。わたな

バスルームじゃなかった危なっベッドルームがびっくりしたこの瞬間見られたらばあちゃんにお前吊るされると思った今危なかった準備ができたら降りていらっしゃいって言ってたからないいねぇこんなに気持ちかったんだなじゃいいね大丈夫口歯磨かなくていい俺もダニエルくらい歯磨き嫌いだったけど うん、今歯磨き粉だって食える。それは行き過ぎだな。こないだイレが入ってたな。歯磨きが好きってより。あちゃんとじいちゃんどっちのだろう。歯磨き粉の味にハマっちゃってんじゃん。うわ、冬服たくさん買ってもらっちゃったな。ええー。あでもあー買ってきてくれたのマツ、ま、かそんなことある？パーちゃん。まあ少なくとも。この家すげえ綺麗に片付いてる。 うちと大違いだなやっぱアメリカはバスルームに置くんだな薬こんなに薬飲んでるのか年取りたくねえいやードア何こればあちゃん、階段どこばあちゃんあこれかあったわいや開けたくなこの瞬間見られたらマジ殺されるって普通に早くキッチンマジか俺が壊したやつだ10年前じゃねえ まさか直してまだあるなんてダニエルはいいとこで行くよじいちゃんもいいとこで行くからねちょっといつまで遊んでんのあれキッチンだよなだいっぱいドアあんだわあ水槽もある何がいんのええ何が買ってるこればあちゃん <laughs> ばあちゃんこれ無じゃない無ばあちゃん水を水を飼ってんのかばあちゃんいねえぞあいるななんだあればあちゃんばあちゃん見たいよ生き物びっくりしたばあちゃん水水だけ入れてるかと思ったわ,わいいいいなあいいとこだなこれなんだこれ最高じゃんやっと起きたのね おはよう、ネボスケさん、ばあちゃんあ。あ消しちゃったかいわ。ダニエル、朝ごはんよ。お兄ちゃんと食べなさい。めちゃくちゃ。めっちゃ反響してた、今。ばあちゃん。手伝おうかか何手伝い…しようか お構いなく。目をつむっててもできる。からこれが成長したとこね。<laughs> でも、ありがとう。ほら、これいいでしょう。わかった。好感なかったし、今。やっと来たわね。海賊列車走らせてた、ね。今泣いてる心の中、多分。しょう、成長したわね、泣いてる、でも、心の中で。あの頃はわがままだったのにって。多分ばあちゃん、泣いてるよ。でも。壊れちゃって。うん。に修理せんとなさあ。そう でもキッチンに持ち込むのはダメよ。了解、バスちょ。男ども、あれだね。<あー> <laughs> 男ども、やんちゃだね。じいちゃんもいいね。いつまでも夢追っかけて,て。あら、もう。母ちゃん。<laughs> 電車よりキッチン直してくれないかしら。そこ取れることある。へへへ。 そのパターン何する?。皿に。会うかしら?。皿持って構えることある?うん。食べなくてもわかる。絶対美味しいよ。田舎暮らしにもだいぶ馴染んできたみたいね。シャトルが結構気に入ってる。気に入ってるってようぜ。いろいろ気にしなくて済むし。まあね、田舎いいとこだよね、そういう意味だよね。結構気に入ってる。 田舎暮らしの利点ねそうよ都会と違って安心だものばあちゃんよかったわお年女子のみたいな俺も仲良くしてねここではみんな助け合ってるお隣のチャールズも奥さんが亡くなってね息子さんとつらい思いをしているの うん…あっ,、えー、っかこれあれじゃないか。いよいよあの体験版の <laughs> 俺がやった体験版のあの子来るんじゃないのあのー、キャプテンキッド。 ちょっと持っていこい、ね、食器ねそうそうちゃんと持っていこ交換あげていこうばあちゃんの合うに行って強た合に従たよやっぱりやめろやめろ,やめろバカかん何かあったのおいダニエル <laughs> スティーブンより早食いなのねいいばあちゃん持っていくよ全然 ダニエルバカあそこには面白いものなんてないってったでしょめっちゃ聞くじゃんもう。昔のものを整理してたの。ダニエルあの部屋を探検するのは危険よ。大丈夫だよ。まあ今度はしゃあないからな。察するってことか。もう元気みたいだし。 いい天気よわかった。ショーンの準備ができたら、一緒に遊びに行くね。裏庭から出ないでね。誰にも見られないように。めっちゃ警戒してるじゃん。で、矛盾してじゃばじゃん。あそこはただの部屋。何もないわ。<laughs> いいじゃん、ね。兄弟そろってそこ突っ込むの。 ごめんばあちゃんってないの選択肢にごめんばあちゃんっていう選択肢入れてよじゃあなんで鍵王とさダニエルが知りたがってるらちょっとちょっと攻めすぎじゃないダニエルが知りたがってんじゃんってことかなじゃあなんで鍵王よりもこっちの方がいい気もするよなそっちかそっちか絶対に、えー、分かってるたわ あのの部屋にカレンはもういないなまあなだかから立ち入り禁止わったわねごめんてばあちゃんどうでもいいどうでもいい <laughs> 急に急に思春期見せるな連絡だいいじゃんごめんばあちゃんって入れて選択肢にせ,せめてチキンレースにしようぜこういうのはごめんばあちゃん入れといてよ 俺もすぐごめんばあちゃんを押すのに攻めるんかなどうでもいいもんちょっとなんか言い方悪いよな母さんから連絡は父さんとあんま話さないままいなくなったからええあの子はうんショーンやめましょうこの話は終わったことだからとにかく

さどっちばあちゃんさっき話しかけてたけどさ隣人と仲良くしてねって言って先にさ誰にも見つからないようにって言われ,言われたんだけどばあちゃんにどうすればいいのダニねチャットチャットすればいいえめっちゃなんかレシピうーんばあちゃんなら料理番組にも出れる人気になるぞばあちゃんの絵 趣味じゃなないけど感心するさらに絵描くのかまああるよなそういう風潮あ夜ねおじいちゃんおばあちゃんをハグするかわいいなー <laughs> おあっ何かやってるあな何かやってんじゃん勉強お前あた片付けボードゲームはい何やってんの怒られっから また今夜な。わかるけど。遊ぶから、そのままでいいだろうって気持ちわかるけどさ。偉いダニエル。ダニエルめちゃくちゃ偉いじゃん。えばあちゃん、絵上手いな。絵心ある人が多いのは。この家系の特徴かも。こっち。ダニエル偉っ。嘘だろう。この状況で勉強するの、お前。偉っ。どうしたんだ。膨れつらして。

ダニエルはいつ学校に戻れるんだろう。まあでもこの年齢でね、やっぱ勉強をやめるってのはやっぱりその基礎学力的な問題があるからな。基礎学力養われなさすぎるから。うん、助手が必要だな。そんなあたり着剤を取ってくれないか。はい、後ろの戸棚にある。行きます。まおっと。じゃあごめん。忘れてたよ。こいつは不安定でな。危ねえなああ。そ嘘か。ごめん。いや。 クレアに言われてたんだが面倒でな <laughs>、うん、扉を閉めてくれるかお前と少し話がしたいんだえ、じい、うん、ちゃんやっぱり電気ケーブルかいつもこれだ元気出てくれるのかななんかそっちの線も気になってきたわなんか急に倒れちゃうとかさその、なんだ 見てしまってねダ何やるのことだえ何の話をしてるか分かるかかねバレたまさかまあ、じいちゃんに確かに言ってしまう可能性はあるよなうっかりやっ,つやってしまったか見,見てみてじいちゃんって言ってるかもしんないからなでもこれトラップかますか見てしまったってそんな高度なトラップすんのかじいちゃん今じっちゃえうんわかる しかしどうしてあんなことができるあの子はいやすべて知ってるかいやそうでもないよ初めて起きたのは事件の後あ,あ説明できないけど現実なんだ受け入れないと。 ど、どうしたものかじいちゃん一緒に見てもらった方がいいんじゃないのか二度と会えなくなってもああ、そうだなあの子にはお前が必要だところでこのことは秘密だクレアはとても信心深いから <laughs> きっと理解しない ダニエルを可愛がっているしお前たちの安全と幸せを願っているじいちゃんいちまあつまりだな私たちと暮らしたらどうだじいちゃんメキシコに行くつもりなのはわかっているがまあ可愛くて仕方ないからな多分な孫ってのはありがとうありがとうそれも ありかないいね年寄りと田舎暮らしは退屈ンカマスカ、ココアオマエタチノ、フルサトドソ、トシオ、ウレシャクサ、イワナ、トカジャン、アをケド、ダモ、フタリオ、マキコミタケ、ナイんダー、マサダナ、タビナンテキン、シニール、オトサンマソン、ナコ さんの何がわかる急に切れンじゃん。急に切れる、やめやめを。でも、そうするしかないんだ。あ,あ、分かってる。考えておいてくれ。あ,あ、選択肢としてはね。自分を責めるなよ。<laughs> うん。そうだ。ああ外のものを置の鍵持ってる。 おはあるぞほ、うん、ら、はあ、楽しんでこいじいちゃんでも物置の中は散らかってるぞ気をつけてなわ <laughs> かったなんで父さんの実家に行きたかんだろうな お前が書斎にいるなんてな。<え>子供の頃はあんなに怖がっていたのに。本当に。なんだよ。だってな。なんまあ。こう大きくなった。複数声聞こえるぞ。好きに見ていきなさい。うん。こうほーって言いなかったよ。ほー。うん。<laughs> うん。うん。つまんなしょん。え？ゲームやらインターネットやら。 そういうのは。あ、そブログ見れるって言ってたの。気持ちはわかるが、今はそういうのから。離れた方がいい。おそらく。あ、まあ、バレるからね。方が安全だ。むしろ、分かってんな。分かったら。ネットリテラシーたけいじいちゃん。やるねえ。うじいちゃんは趣味人だな。じいちゃん、うるせえなあ。ふふふ 母さん顔見つけたかいや忘れていてないいんだただあの人の顔ずっと見てなかったなってうん時々これを見るようにしているんだ、うん、辛らいよね辛いさけどな それでも私の娘だだじゃあ、本当失踪なんんとと失ななな <laughs> <laughs> 秘密なこと多いな、この部屋 <laughs> おいおい ディスコボールなにこれ <laughs> なんでディスコボールバーティーでもやってるのじいちゃん思い出の品だえクレアと初めて会ったのはディスコだちょっとパリピじゃんマジですげえクレアはダンスが上手かった<ー>ハッスル踊ってな絶対に結婚してやると思ったんだなんか声かぶってんだけどじい、えー、ちゃんハッスルって知らないけどかわいい感じかな <laughs>

あの子は想像力が豊かでな絶対キャプトアメリカの子じゃんこんなの <laughs> 絶対体験版のあの子でしょこれ <laughs> 金髪でマントで黄色い服でもう間違いないじゃんこれこれじいちゃん退職した時の写真だ市長がジキジキに祝ってくれてなすごいや信仰してるじいちゃん お前にも見てほしかった。じゃあ息遣い切れてないよ。息遣いと一緒に喋ってるもんじいちゃん。ありがとうね<だ>じいちゃん。鍵はもらった？持ちました。ねえ、私これから出かけるから鍵<ー>を頼みたいの。いのはいはい。洗濯機は使える？まあ人並みに。使ってるからね。そうよね。 じゃあ、カモの中の服洗ってくれるかしら了解です。洗面所にあ、るわ。あ,あ,あ,あ見ました、見ました。あ,あやっとく。ありがとう。よければ、部屋のお片付けもしてね。了了解解。掃除は健康の秘訣よ。ね、じゃあ、次くばやっとくわ。二、ね、人でやるよ。あ、それから、何電話もインターネットも禁止よ。そりゃ退屈なルールだろうけど。分かってるって。 あ、この世界ダニエル仕事だぞ。ネットリテラシー、高えなあ。ありえる。どこだまったく。ま、声の位置分かってんだぞ。俺、イヤホンつけてっから。ここだろ <laughs> 何どこに行きやがった <laughs> 絶対見つけるからなあちょいろいろなんか見たいものあるけどなあダニエルどこに行った何これ恋愛小説愛の気持ち情熱の王女 <laughs> 快楽への逃避。へえばあちゃんこんなの読んだのテレビでかはあ いいテレビがあるのに退屈な番組とニュースしかテレビでかはぁババア、てめえ急に口調変わっちゃうわ魚いるのかなまだ一度も見てないどうじゃん、俺もそう思ったけどなんかチラチラしてんねここ下、下あ、トイレ違うな頼む手伝ってくれよダニエル探すえっと ああ<ー>帰ってきちゃったほんとか協力してんじゃないの分かった 2>, あ2階かな普通にでもじい <laughs> ちゃんごめん普通に忘れてたじいちゃんなんか色つけといて扉に あ、これ俺たちの部屋か。汚ねえなあ、まだこれ。岩に出て物置きしらることは分かるけど、ファえト。か。なんかなんこん遊びダニエルと一緒に。おいあ出てこいよいたごめん、<laughs> めんなんかめちゃくちゃかぶってる。いいや。 もう十分手伝いできる年だろうダニエルバグってないかお前はダニエルバグってないか変な時変なタイミングで開けちゃったから洗濯だけして終わるか今日えー、っとここだよな少なっ洗濯物少なっあれ洗濯機どこあれ ばあちゃん洗濯機どこばあちゃんあれなんかアメリカあれだよななんかデトロイトやった時にさ外にあったんだよな洗濯物洗濯洗濯機はあ面倒だけどさはい話やめんなよこれか何これ 手はしねえな相変わらずえどこせんだめちゃくちゃ話せるわわかってっからねえ<ん>洗濯機探してじゃああい来たよあいダニエルダニエル来たよどこあん洗濯機？は洗濯機どこ ばあちゃん洗濯機の場所聞いてなかったばあちゃんに裏に分けたらあんのかな見るしかねえな話あっとくか一応おお見ろよこの飾りすっごいねどこ見ていってんの見ろよちゃんとお前おい相当紳士でお前流すこと覚えんなお前相当紳士して何も見ずして流すなよ この,何この暗黒の部屋あ電気を吸っちゃうんじゃんあああ来た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 メモ見よちゃんとメモ見て白黒色つくの服を一緒絶対に洗剤は一カップ入れるデリケートコースはい洗濯しておろう でも白と混ざってなかったか今どんだけ洗濯機能があるんだまあいいか大丈夫だろう。怖えなそれ怖えな洗濯機に対して一番いっちゃダメだそのまあいいかは一番ダメだからないとっけどえ部屋部屋の片付けは面倒な洗濯が終わった息抜きタイムだえーどうしよう一旦切ろうかなじゃあ なんかおもちゃ、おい。片付けるてめえ、おい。<laughs> それ、片、おい。おい、ダニエル。言ったよな、やんなって。おい、ダニエル。どうでしよう、一旦切ろうか。ちょ、一旦切るわ。ごめん。じゃあ、あざした。